前にそのダンサーとタッチと作ったリプレイっていう作品も、まあ振り付け自体はダンサーに自分の動きは考えてもらっていて、うん、まあ劇中というかそのパフォーマンスの中でちょっと振り付けを作るようなところもあったりしたんですけど、なんかでも実際その振り付けを作って、まあ他のダンサーに渡してっていうことはやってなかったので、ちょっと人の作った動きを踊ることとか、そもそもどうやってその動きをその人は振り付け家を作っているのかとか、そこが気になったっていうのと、まあ一応振り付けもまあ、その、ルールじゃないですか。まあルール、世の中のルールだったりだとかっていう、まあいろんなものに規定されながら生活しているっていうこととかをちょっと考えられたら面白いかなと思って。左手首と右足の動きをつなげる。10代の頃の体を思い出す。あ、そんなの。どうしたらいいの？戸澤さんがブレイクどっか恋として、うん、で伊藤香織はもうコンテンポラリーブレイクはやったことありませんっていう、うん、伊藤香織と戸澤の子が並ぶと、まあ女性っていう共通点はあるんですけど、体はもう相当離れている状態、うん、でまあ青木とが入ると、まあ男性男女の違いはあるんだけど、例えばもうブレイクダンスでつなげば戸澤さんとすごく近い体になるし、その体の距離とその踊りの距離っていうのが結構3人がいいバランスになっていて、やっぱ同じ振りを3人が踊ってもその差が結構面白い違いというか、やっぱ振り付けをかとか踊りを考えるときに、じゃあ音とはどう関係を結んでるんだっていうのは、まあ3人のダンサーを中心の話は出ていて、群青さんがそのブレイクダンスをやってたんだけど、最終的にビートにを出すっていう、体で出すって方に行ったっていうのがすごくなるほどなっていうのがあって、で大谷さんが結構いろいろな音を出してくれたりだとか、あの構造的な話とかもしてくれるので、だからいろんな関係がもう全て、大谷さんの音楽とタップっていう関係もあるし、でそことダンサーたちっていうのもあるし、まあみんなでいろいろ話し合いながら作って、まあ多分、まあこういうことをやりたいねっていう話をしながら作っているので、まあそれが少しずつの形にはなってきているので、じゃあその先に何を見てもらおうかっていう、何かダンスの見方だったりだとか、この辺のなんか違う角度から何かフォーカスできたらいいなと思ってます。